2曲目は5月の歌、これは荒木栄さん、歌声の、作曲家、懐かしい、名前ですけど荒木栄さんが、作曲された5月の歌です。東京の音楽センターに、神谷アミさん、東京の音楽センターに、九州から神谷国吉さんという方が、行かれることになって、まあ、この仲間を、ね、送る歌として作られた歌だそうです。この5月という、ね、この、季節のイメージも、この曲のメロディーになんとなく、感じられる素敵な歌です。あまり、ね、この歌は皆さん、最近は歌ってわれていないと思いますので、歌詞だけじゃなくて楽譜も載せて、おきたいと思いますので、ぜひ覚えてまた歌ってください。今年は荒木栄没60年だそうです。はい、では歌いましょう。